これ試合前の映像ですね、山田さん、はい、ああ坂本と笑顔を交えながら談笑する姿、長野とハグをしています。ああそして阿部監督です。まあ、私も打撃練習をちょうど見てましたけど、はい、いい放物線を描いてましたよ。そうでしたか、はい、あとね、体つきが随分こう引き締まったように、実際体重は効いてないんですけど、はい、そういう風なこうシャープな感じを受けました。185センチ、97キロ、締まった感じありますね。相当そのアメリカでは様々な球団を渡り歩いて独立リーグへのチャレンジもあった筒香です。決してその環境は恵まれた場所ではありませんでした。ただその中で5年ぶりにこの日本球界に戻ってきて古巣ベイスターズで優勝することが今のモチベーションですと、そう話しました。今シーズン初めての試合でいきなり逆転スリーランですよね。そうです。あれはなんかこう漫画を読んでるような、野球漫画を本当に主人公の活躍でしたね。さあその筒香に対して山崎よりのピッチングはどうか。攻めとしては天野さん、やはりアウトコース中心にはなっているわけですか。はい、まあここでインコース、もともと持っているこう得意ゾーンってありますから、やはり高めのまっすぐ、はい、それからちょっと体の方に曲がってくるボールっていうのは、はい、うまく低めをさばくんですよね。この辺をやはりちょっとまあ避けて、はい、あとはどういう配球するかなんですけど、ここで追い込みましたね。そうですね、今日ね、筒香は代打じゃないですから、今日4打席ぐらい試合があると考えたら、はい、キャッチャーの岸田はどこかでやはり内角を意識させたいっていうのはあると思うんですよね。それは早めに使いたいというところでしょうか。はい、もうここはやはりランナーいないケースですし、もう満塁でやるわけにはいけませんので。インコース構えましたね、はい、そのインコースちょっと体の近いところになりました、まあ、山崎も甘くなるぐらいだったらもうボールになっていいぐらいな、なるほど、今外れ方ですね、かなり厳しくいきましたね、はい、さあ3ボール2ストライクとなって外角勝負、このスイングにこの歓声です。おなじみの応援歌とともにこの富山の打席に立っています。落としてきた、見ました。第1打席の筒香はフォアボールです。ここはしっかりと見極めていった筒香、はい、ところでしょうか。まあ低いといえば低いんですけども、はい、手を出してもいいようなところには投げてるんですよね。140キロのフォークボール、ホームラン、当時の登場曲、あの応援曲と変わらない声援、今日もレフトスタンドから飛んでいます。うまく打ちましたがセカンド吉川尚輝体で止めました。ここは山崎に軍配、体勢は崩されましたけど、はい、やっぱりうまく、ね、片手でこう拾うような感じですけど、しかし球が速いです、打球が速いですね、はいはい、この体勢で、ね、ちょっと三浦監督はプレーだけではなくこの存在自体で学べるものがいっぱいある、そこがチームにとってプラスなんですと話しました。緩いボールで来た、打たせました山崎、あっと岡本が弾いているがファーストアウトです。ちょっとヒヤリとしましたが、ここは3番4番5番しっかりと切って取りました山崎です。もちろんバルドナーとは初対戦です。まあ、ですから自分の得意なゾーンがあるんですけど、はい、そこはですから、まあ、まだその一番いい絶好調の状態都合にとってのスイートスポットをバルドナードがどれだけ理解しているかですよね。
さあバッティングカウント低め取りません。筒香は自信を持って見送りました。あと2つ3つの岸田のミットル上に行くと危ないんですよね。今のもフルスイングで応えていきます。この高さより上に行くと危険と。あ、そうです、いうことです、はい、ジャッジで言うと上に行くとちょっと危ないです。サープルカウント外れました。見切った筒香、同点のランナーが9回の表